どうもエルザです。それではセレステやっていきましょう。前回に続きやっていきます。いやー風がきつい。あの奥なんかありそうだけど、おー追い風、普通に行けない。これさ、ダッシュジャンプだったら届かないね。さ、斜めに飛んで、おいっと、ほーねー。で、ふーし、あ、マジか。ちょっとシビアすぎねかい。意外とこのね、雲のジャンプが難しいという。ほい、着いた。さあ次向かい風、上行って引っかかって右下だね。引っかかってあれは内側、外側か。ポンポンポンでポンと乗って、よしよし。でまた多分ここまで乗らないといけないんだろうな。内側の外側か、外側乗って上行ってか。はあ、しかもこっから、まあ、そんな難しくないから、あそこまではいいとして、多分行って、で多分こうなる。で上行って OK。さあ次は上にということなんだっけ。ない、ここら辺はない。ぴょんっていって下行って、なんかすっげえ難しくなってね。よし、これは多分旗がある方は基本そんな感じか。はあ、ちょっと待った、そういう感じですか。ってことは、嘘。ちょっと待って、そういう動き方するの。しかもめちゃくちゃ速かったよね。ああ、じゃあこれとで、え、結構これ難しくないか。はい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 、いけなくはないか。取ってすぐ反射神経いる感じだね。ギリギリ狙いすぎた。ピンポン、あの家のチャイムじゃないんでね。めっちゃ似てる、うーよね。これ最初聞いた時、僕はあの宅配便来たのかなとか勘違いしてたもんね。ちょっと難しく考えすぎかな。ああもうちょい遅くていいね。ピンポーン、ちょいいね。うー早い。あー、やっぱちょっと乗った方がいいか。前の方、後ろかけれるかなと思ったんだけど、だいぶ反射神経要される感じだね。よしよしよし、ちょっと待った、これぐっ上行ったらもう終わりだもんな。ちょっと左下、旗は何なんだろうね。あ、だいぶ強いですな。おっと、ははは、ほとんど戻ってはこれない。
なるとだいぶシビアだねこれね。はあ、意外と横でよかった。これはダメ。こういって、こうで、わあ、はは、さ、次はいけるぞ。そう思いたい。ダメだった。よし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 、これよし、だし、あぶなー、いやむずすぎるよ。さあ、ふうえ、こういうのさ、だいたいさないんか。嘘でしょ。あーそういうこと。あお、風風風風。そういうこと。しかもやむか、それはやめてほしいな。あとはギリでちょっと休憩休憩。あの上行けそうだっけ、どうなんで。ああ普通に行けるところかなと思ったら、そういう場所ではなかった。トントンで、だね、よしよし。やんだ、スッキーに行きましょう。おぉ、強い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 。はぁ、タイミングか。測ってくるとか結構えぐくないか。あ、おお。あのイチゴは難しいぞ。でもなんかいけそうな感じだったね。おお。いや危ないな。やんで、やんです、やんで、どのタイミングだろう。浮いてる時だよね。1,2,3 か。やっぱここも足りないし、あとねちょっとね気になるところがもう一つあって、やっぱしね、あったー。
どっちからのルートでもいいんだ。めっちゃ不思議だね。左の方の方が難しいじゃん。さあ風が強くなってきた。いくら待ってもって感じだね。もう降りた地点で危ない危ない危ない。ってことは、一番右端まで行ってどっちみち過ぎて様子見て危ない。戻った。やべえなこの地味にさ地味にこのダッシュジャンプで行くの難しい。うわーしかもここも風ありか。はっ、取って下行ってあっ。これうまく飛べねえときついな。あーいや追いつけるね。いやー違う。うんいける。降りる場所次第かなー。あ普通に行けた。でも多分あの泡に入ってた方が後々いいはずなんだよね。ダッシュが一回使えるっていうのはかなりでかいはずだから。いやそうでもなかったな。なんなら難しくクリアしたって感じだったね。なんか飛んできてる。ちなみにこの鳥持ちみたいなのに当たるとどうなるんだ。あれ今大丈夫だったの。これはやっぱダメ。危ない。嘘。おお踏めちゃうの。よし。うんちょっと風が弱くなったね。痛いねー。今のうますぎねえか。タイミングがさ、バッチしすぎる。いやいや、マジでさ、タイミングが良すぎなのよ。いや、マジで意外とこの風があるだけで全然違う。これはぐるっと一周だね。よし。おお。よし。耐えるんだ。いやー、やっぱこのゲーム死にゲーやわ。よく考えられてる。多分だと思うんだよね。上行って左行ってでいいか。よしよし。ごめんなさい。よしよし。まず君が取れれば問題なし。痛いね。全然画面右側見てなかった。今のはちょっと油断してたな。うん当たりに行くね。
なんだろうね、こういうゲームさ、当たりにいってるわけじゃないけど、どうしても見るとそっちがいってしまうよね。いやー、だからそれはねタイミング悪かったが、まあ一側取ってるからね、まだ負担はね。おうだ、ここよし。ただね、ちょっと気になったのが、わざわざここを準備してるのが気になったんだよね。さあ、これは全部ダッシュかな。そうだね、嘘でしょまだ気に来るの。あーはあ、しかも落ちる。それはちょいっとひどくないかい嘘でしょ、あれ初見殺しにも程があるよねさあ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 、いやーマジか。いやー地味にむずい、マジで。あーしかもやっぱスティックがマジで。よし、やっと横向いた。ふぅ、とりあえず一回休憩挟みながらとか、躊躇なことは悠長なことは言ってられない。よしよし、どこ行って当たりに行くね。考えることがだいぶ多いね。こう行って、登って。マジか。なんで真上に飛んだ難しいなこれ、ボタンが。おーおー、今のはだいぶ奇跡やね。で取りました。横行って上行って、横行ってだね。お、押さえとけばよかった。ん、あ、そっか、そうだそうだ。いや、マジで。あ、ちょっと休憩。これ、まっすぐ横行って、また横行って、上だね。あれ、左に行ってたら多分ダメなんだろうね。いやー、次多いかね。うおー、しかも。崩れていってるいやー、ここはもう勢いでいこう。勢い嘘でしょ、風止まんの。いやあーでもなんとなくいけたからいいや、いけるだろ次。
はい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 。なんで一発でイチゴ取れたんだ。あーはあ、行くぞ。取って上、上。あっていいねえ。最後が難しいね。あれ意外と斜めか最後。でも泡が当たったらやられるしね。77個目。お、ゴンドラだ。いや壊れそうなゴンドラやな。マドリン、ちょっと待った。お、まさかの上落ちてくるんか。イッターで住んでるからまだいい。セオ大丈夫？うん大丈夫。大丈夫じゃなさそうだね。おお、ロープウェイか。一度乗ってみたかったんだよね。かなりボロボロだけどちゃんと動くかな。絶対動かんよな。どっちにしろ向こうへ渡るにはこれしか方法がないみたい。じゃあ乗るしかない。このレバーが怪しいな。まあそうだね。おお、しかも結構揺れるんだね。俺前世ではロープウェイのオペレーターだったかも。だいぶしょぼいな。本当に大丈夫だよね。大丈夫でしょ。にしても大城のおっさんからよく逃げられたね。セオの言う通りだった。力になりたいなんて私考えた私はバカだったと。ほらだから言わんこっちゃない。分かってるって。忠告聞いとけばよかった。あ、無事で何よりだよ。だんだん空気が薄くなってきたね。息が苦しい。ここでセルフィー撮っとかないと絶対後悔するぞ。どういうこと？霧で地上も見えないし。今どのくらいの高さなんだろう。パニックになってる暇あったら決め顔を作って。え、何？立ち往生ってやつかな。どうしようどうしよう。ふう、このレバーを動かしたら、それは多分どんなレバーの動かし方や。どうしようどうしようどうしよう。あー、パニックか。アデリン大丈夫？うん、でもダメ。息ができない。パニック起こったか。セオが乗るなんて言うから今から袖言うか。俺のせいか。大丈夫。じいちゃんからさ、とっておきの技がある。目をつぶって。目の前に羽が浮かんでるところを想像するんだ。見えた？羽があるね。そしたら自分の呼吸で羽を真ん中に浮かせた状態を保つ。吸って吐いてゆっくり同じリズムで。あ、これ僕が動かすのね。はい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 。で吐いて、いきなりバクリできたかい。なんかなと思ったけど、吐いて、はい、吸って、吐いて、吸って、めっちゃ狭くなってきてる。吐い
50。めっちゃ罰を連打しております。さあ、吸って。お、止まったね。おお、ロープウェイも動いたね。な、楽勝。ってことは、パニック発作の経験済みということか。気分はどう？うん、大丈夫っぽい。セオのおかげだね、ありがとう。また動き出すってどうして分かったの？分かんなかったよ。正直、もうおしまいかと思った。お、おー。ちょっと見てよ、このセルフィー。どういうこと？ははは。だいぶタイミングが恐怖だね。まあ、ある意味いい顔してるけどね。さあ、チャプタークリアですね。いい写真だね、これもね。さあ、金色クリア、イチゴの数は、あと4つ。159回、前回と並んで159回か。いやー、だいぶ登ってきたね。さあ、ということで、今回ここまでにしましょう。キリがいいんでね。次回は鏡の神殿を行くという感じなんでね。また次回お楽しみにしておいてください。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃ、またな。